今日は Amazon 輸出で無在庫販売、稼ぐの難しい理由ですね。これについて、カート取得の仕組みに関してお話しします。まず Amazon カート取得はですね、このカスタマーマトリクスという数値を公表しています。で、この数値が悪くなると、カートが取れないというのはね、もうはっきりしてます。で、実はここに現れないね、要因もあるんですけど、それが結構重要だったりするんですけど、それは応用編ということで、あるいは、熟成だけの、特典ということでですね、伏せさせていただきますけど、少なくともここに出てくる数字が悪くなるようだと、しょうがないということが言えます。で、FBA の場合ですね、この一番左、オーダーディフェクトレート、悪い評価をもらっちゃったりっていうことですね。ここぐらいを注意すれば大丈夫です。もうあとはね、そうですね。ここですね。コンタクトレスポンスタイム。連絡あった時24時間以内に返すと。だから、自分でチェックさえしとけば、大丈夫。で、これ、悪い評価をもらった場合も、FBA の場合はほとんどの場合、悪い評価削除できます。それは、解散でね、悪い評価の削除のサポートを受けていただいた方はその通り、まず滅多に悪い評価消せないってことはないです。ノウハウありますんでご安心ください。この二つを気にすればいいと。この二つを気にすればいいっていうか、自分でコントロールできる範囲ですよね。仮に悪い評価ついても削除申請可能と。で、削除申請がもしもできなかった場合も、単純に取引をいっぱいすれば済んでしまうんで、大したダメージがないということになります。でもこの返事を24時間以内にするって単に毎日見て、なんか来てたら返事をする。あるいは返事不要の手続きをすれば済むだけですね。ところが、無在庫販売の場合は、この数値全部を気にしなきゃいけないと。ね。まず悪い評価をもらった場合の削除も FBA と違ってかなり困難です。FBA の場合ね、輸送中の傷じゃないですかって、私のせいじゃありませんねって言って消す、ことができるんですけど、自己発送だとそれもできません。で、キャンセルレート。キャンセルね。注文があった商品ね。用意しようと思ったら、カタログに載ってる写真と、タイトル違うよとかね。この商品そもそもないんですけどとか。そういうことがよく起こります。ですんで、このキャンセルレートは非常に悪くなりやすいです。それから、レートシッピングレート。これね、仕入れがちょっと遅れちゃったら、もうあっという間に発送遅延になりますし、発送遅延を見込んでですね、注文を何日で送りますっていうのを日数を長くしとくと、標準の2日間で出す人がいた場合には、だいたい負けますよね。発送は遅い、届くのも遅いんで、わざわざ買う人いないんで、レートシッピングレートはこれ、遅くしちゃうと売れないと。早くしちゃうと遅れがちと。どっちにしても難しいですよね。ポリシーバイオレーション。これはね、メッセージを見たりしてればほとんど大丈夫です。ここは、自己破損無在庫もそれほどは気にならないで大丈夫と。で、無在庫の問題、自己破損の問題、このオンタイムデリバリー。これはね、税関で止まったとか、天気が悪くて遅れたとか、要は私たちが気にしてもどうにもできないことで遅れたのも出品者の、ペナルティになります。要はね、遅れないように届けろってことですから、言い訳無用ってことですよね。それが嫌だったら国内から送る仕組みを取るか、FBA 使ってくださいっていう理屈ですんで、私のせいじゃないなんて言ってもこれ通じません。そういったわけで、もうそもそも自己発送無在庫でですね、Amazon 輸出に取り組んで儲けるっていうのはかなりのハンデを負ってスタートするわけですから、これを初心者がやってうまくいくわけがないと。初め無在庫からとか言ってもね、何狙ってそういう話なのかさっぱりわかんないですね。さっぱりわかんないっていうか、見当がつくのは、仕入れの必要ないですよって言った方が、募集はしやすいってこと以外に理由はないですね。募集はしやすいかもしれませんけど、実際問題無在庫じゃ稼げないんで、仕入れリスクがないと思って入った方は気の毒ということになっています。そんなわけで、転売アカデミーでは、もう初めから正直に、在庫をね、持たずに稼ぐなんて無理ですよっていうお話してます。きちんとね、やるべきことを初めから言って、サポートした方がいいのか、募集の時だけうまいこと言って入ってみたら全然違うのがいいのか、ね、選ぶのは、それぞれの方ですけど、私は、やることを初めに言って入っていただいてるんでですね、かなり高い再現性を持って、稼いでいただいてます。
ただ、よそだとですね、入った時と話と全然違うよという声もちらほら聞きますんで、せっかくね、今の時期アマゾン輸出始めたんなら儲かりますんで、失敗しちゃったかなという方はですね、転売アカデミーのサポートに乗り換えるのもよろしいんではないかと思います。そんなわけで、無在庫販売で稼ぐのが難しい理由、かなりのハンデを負っております。コントロールできないことまで責任を負わなきゃいけないです。これで稼ぐのは初心者の方にはまず無理だと思われます。